ベテランズ・スタジアムはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアにかつて存在したスタジアム。MLB のフィラデルフィア・フィリーズが1971年のオープンから2003年の平場まで、NFL のフィラデルフィア・イーグルスが同じく1971年の会場から2002年までそれぞれ本拠地にしていた。 2003年9月28日の最終試合の様子、1960年代に入り、フィリーズの本拠地、シャイブパークの老朽化が著しくなってきたため、野球とアメリカンフットボールの兼用が可能な新スタジアムの計画が浮上。1964年11月に住民投票が行われ、新スタジアム建設のための交際2500万ドルの発行が可決された。 しかし、その後建設費が足りなくなってしまったため、1967年に再び住民投票が行われ、1300万ドルの交際追加発行が認められた。最終的にかかった建設費用は5200万ドルで、これは当時としては最も高い部類に入る。また、隣には、 NBA フィラデルフィアセブンティシクサーズと NHL フィラデルフィアフライヤーズの本拠地ザ・スペクトラムが1967年10月19日、一足先に会場。あたり一帯は、スポーツ複合施設の一大プロジェクトとなった。アメリカ合衆国建国の地フィラデルフィアの球場らしく、球場名は退役軍人から取った。また、中堅スタンド上部に自由の鐘があるが、 これも1776年7月8日にアメリカ独立宣言が民衆の前で読み上げられた際に打ち鳴らされた自由の鐘を模したものである。1971年4月10日に開場したベテランズスタジアムは当時こそモダンなスタジアムとして好評を得ていたもののすぐにそれは不満へと変わっていった。選手の間で問題にされたのが人工芝である。人工芝は 選手の膝など体の様々な箇所に大きな負担をかけるものとして嫌われていたが、ここの球場のものはさらにひどいもので、人工芝の継ぎ目の部分が目立ち、フィールドもデコボコになっていた。フィールド・オブ・ドリームスをもじり、フィールド・オブ・シームズと呼ぶ者も,もいたほどだった。この人工芝が原因で故障した選手は、数知れず、NFL 選手会による最悪のフィールドに選出されること多数。一方、 ファンが不満を持ったのは視覚に関することだった。最上部の席は北米大陸のスタジアムの中で最も地上から高い位置にあると言われるほどフィールドから遠い赤、オレンジ、黄、青の4色のスタンドが派手すぎる、外の景色が見えず圧迫感がある外見もクッキーカッター型で他のスタジアムと区別がつかないなど、キリがなかった。 そのため、まず2002年シーズン終了後に、イーグルスが、リンカーンフィナンシャルフィールドに移転。翌2003年シーズン終了後には、フィリーズもシチズンズバンクパークに移転した。ベテランズスタジアムは2004年3月21日に、爆破解体された。ベテランズスタジアムで使用されていた座席は2つ1組、スタート価格280ドルで競売にかけられ、 またフィールドを追っていた人工芝ネクスターフも売られた。これらの売上金はシチズンズバンクパーク建設費に充てられた。跡地は駐車場となっており、かつてのホームベースの位置に名板が埋め込まれている。ありがとうございます。